だ俺ずっと思うことあんねんけどさ、もう今の時代ってさ結構、まあ、フェミニズムみたいなものも強くなってきてるというか、女性がそうやって自分の体を映像にして売るっていうことに関して、まあ、実際やってる人たちはそれでお金になってるからいいけども、なんかこの本来であれば男がこうやって性的に消費する対象物が求めなければ無理に脱ぐこともなかったのにって、なんか追い込まれてやってるんじゃないかっていう考え方をする人もおるやんか。本当はやりたくないのに、まあ、結局もうそれをやらないといけないとか、それをやることによってお金が稼げるからやっているとかっていう考えを持ってる人もおると思うんやけども、実際それはどうなん、嫌な脱ぐというか、もう今少なくともここで、まあ、あの水着みたいなこう、まあ、そんなにねコアな水着ではないけども、まあ、ちょっとした水着になってたりしてちょっと性的消費をされる感じやんか。それって嫌なん、嫌じゃないの、どっちなん、ズバリ。嫌じゃないですね。じゃないんやん、うん、でも人によるかもしれない、やっぱ考え方が全然違うから、うん、まあそうだよね、嫌な子は嫌かもしれないけど、そうかもしれない。まあでもさ、グラビアやってるのに嫌とは言われへんか、そういや、まあ、でも興奮されてる間は女としてまだいけるんだっていう考え方をする人もいるから、逆にもうなんか性的に見られなくなったら終わってるっていう感じだから、なんかそうやって出したりすることで、あ素敵素敵って言われると私まだ女としていけない。だから俺あんまりねこの話を聞いた時に、みんな本当はあの例えば男に生まれてたりとかしたらそんなことせんでもよかったのにとか言ったりするけど、俺はな、なんかちょっとエロく消費されたいねん実は。だからそういうの、俺はなんかエロく消費されてこうなんか俺の体で誰かまあ抜いてほしいわけ。そういう感情を持って生きてるからちょっと羨ましいなと思うねん逆に。あそういう人もおるんやでっていうのをなんかちょっと伝えたいなと思って、うん、この会話してんねんけど、きっとねここのね古い考え方したな人たちは切ってまうねん、そういうとこ。切ってまうの、そう大事せん、ね、アピール、あれ大事な話やから使ってよちゃんと、嫌じゃないねんって。そう、はい、楽しくやってん、うわ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 。でも将来とかはさ、うん、不安にならへん、結局やってることって自分のビューティフォーを売ってるわけやんか。でそれ以外に例えばいつも着てるグラビアのゆきちゃんはなんかそれだけやとちょっと将来どうかなっていうのもあって、なんか教育者になるための受験勉強をやったりとか学校の教育いろいろやってんねんって準備したりして、そう俺すごいなと思ったけど、そういうことはやっぱ考えたりするの将来みたいな。全然考えてなかった。考えてへんの？まだ若いもん。若いから。そうやねん。そういうとこがな、ちゃうねん。でもそこが、なあちゃんにもなってくるとちょっと違うんやろ？あ、やべえみたいな。まあ、そうですね。あと私、今年というか30になったので、うん、まあ、やっぱり若い子がどんどん出てくるし、体型維持も大変になってくるんですけど、うん、まあ、いろいろこう、道は探って、てますよね、うんうんうん、あとはこうもうそろそろこうやめなきゃいけないかなみたいな、うん、思うんですけど、でもまあファンの方が応援してくださるので、もうやめないでっていう声が少なからずあったりとか、いやある、そんなん少なからずじゃないよ、やめなくていい、いやいや60までやろう、でもまあ正直自分がきついっていうのもありますね。あ、なるほどね。フェイスクイーン自体も、うん、あの本当に外なん で、うん、で若い子も二十歳とかの子と横に並ばされて、うん、も全然対抗できるレベルやね。俺今これカメラって分からへんけど近くで見ても、うん、もう肌の質とか全然30じゃないよあなた、うん、お金かけ、あお金というものは偉大です。やはりお金ですよね。お金をかけてます、ね、はい、え、じゃあ一番全盛期というかグラビアとしてマックスに売れる年齢って何歳ぐらいなの？え、でも全然今遅い子も多いんじゃないですか。確かに確かに28とかでも全然あるし、人それぞれなんですよね。そもそも消費者がさ高齢化してるもんない、少子高齢化で、うん、
俺思うんだけど、うん、若い22とか23の男の子が俺グラビアの DVD 買ってるとは思われへんのよ。確かに、うん、もうインスタでいいもんね。そう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 、でもろに AV 見たらいい話やもん。もうもろに、そうそう、でそういうグラビアの良さって、うん、脱ぎ切らへんことがええことやん。そうですね、脱いでしまう、そう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 、うん、その楽しみを分かるのは、うん、多分30、40超えてからやと思う。おじさんだね、うん、だからその割と高齢でもいけるんちゃうかなってか、高齢じゃないけどね、30は高齢でもいけるなってこと。まあね、そうなんですけど、まあ、やっぱりね、若い子がいいっていう、こう日本の男性の怒ってんの風潮今ちょっと怒ってたよね、うん、があるので、まあ、じゃあ将来のこととかも考えますよね、うん、どういう方向性で、うん、どうしようと思ってんの。私喋ることが好きなので、うん、今レースクイーンももう7年8年ぐらいやってるんですよ、うん、だからモータースポーツに関わるそういう喋ることとか、こんな、なんかね、こんな感じでやってますけど、結構レースクイーンは真面目にこう、うん、ね、レースって今見ないじゃないですか、まあ、見ないですよね、うん、レース。でも俺 F1 見に行ってん、子供の時とか。あ、そうなんですか。あのブーン、うん、うるさいって思いながら見てたけど、楽しみ方が違うから。あのね、実際生で見た方がいいよ。そうそう、あの全然違うのよ、うん、あの音がすっごいよね。音がすごいです。慣れた。慣れますね。あ、でも、うん、まあ、こうやってやってる時に悪くなりそうじゃない。そう、鼓膜がやられちゃうんで、うん、でもやっぱりその現場のもうお祭りみたいなもんなんで、うん、で、うん、サーキットのこう人とか雰囲気、うん、まあ、音もそうですし、うん、そういうのをこう広めていける存在になります。いいよな、それ、うん、レースクイーンのレースラジオみたいな、はいはいはい、ラジオみたいなのいいんちゃう。意外と逆にもう見た目を出さずにそれも想像をかきたてるわけよ。もう途中でもうなんかこうおっぱいとかを叩いたりして音で表現、ピシ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 。今回1位になるのは、私の予想では第1位がピシピシピシドラムロールの代わり。なんでパイロールやね。でもできるから羨ましいよね。そんなこと言いなはんな、もう自分ないんだってば。もうね、反応に困るよな。ある人からしたら反応に困んねん、それは。そう、俺もないで。確かに。納得せんな。実際グラビアとして活動するにあたって、そういう DVD を販売したり、はい、まあ、雑誌に載るお金、うん、なんていうの、出演料になるのかな、うん、とか、あとはなんか主は撮影会ですかね。でもあ、撮影会が一番儲かるの、うん、そうですね。実際にファンと会うってこと。そうです。そうです。こう写真、うちらがポージングして撮ってくれて、うん、っていうのが一番主な収入です。どんなポージングするのが好きなん、うん、ね、何を聞いてる。だってさ、グラビアのポージングって何ってなる。こうこう、やぶじ監督とかお客さんと一緒にさ、こう一緒にやるん。どうしたのそれ。え、分かる。どう、グラビアのイメージ、そうよ、なんかこう、こう、顔だよね。そのポーズはしたかもしれないけど、してる。え、顔は違うの。一緒だろうよ。笑顔だって。多分ね、気づいてないけどやってると思う。いや、やってんだよ、ね、かな。でもお客さんとのポージングは普通に、とかこう、こういうの。まあまあ、こういうのもやるし、結構笑顔でやることが多いかもしれない。うんうん、セクシーな顔は。爽やかにね。うん、でも、儲かんの。儲かんないんですよ、それ。いやいや、一瞬儲かる顔したやん今。本当に本当、撮影会が、いやいや、本当に儲からなくてね、うん、大変なんですよ。お小遣いくれるお客さんとかおらへんの。ちょっとあんた、いない、いないですよ、いないですよ。ちょっとあんたって、ちょっとあんたもうほら、いくらせてくれるの。近所のお母さん、うちは俺もファンと会ったりすることあるけど、うんうん、お小遣いくれるで。でも確かに、うちのファン偉いねん。なんか脱税にならんようにクオカードにしてくれんねん。でもそう、スタバカードとかも、うん、あ、そういうのもらうか。はい、スタバカード嬉しいよね。地味にスタバカードって嬉しいよ、うん、あ、一番高いの何もらった。一番高いの何ですかね。まあ、プレゼントはいろいろいただくんですけど、いろいろいただく、はい、あの配信アプリって今やってるじゃないですか、うん、あるね、17とか、はい、あれのギフトが一番高いかもしれない。あれって
500円とかしか送れへんのじゃないの？いや、あの全然10万の1回であるんですよ。え、1回生配信したら10万送ってくれる人がおるの？10万のこうスタンプみたいなのがあるんで、まあ、10万じゃないパターンもありますよね。10万が何回かとか、それが一番プレゼントって言っていいのか分かんないですけど高いかもしれない。それさ配信するやんか、うん、ありがとうございますとかね、こう、あ、今日はこういうことしましたみたいな配信するやんか、うんうん、10万のスタンプ来たらさどんな反応になるの？泣きます。泣くの？ありがとうございます。なんか、まあ、それはこうサバイバルって言って、うん、で私はそれで朝日芸能の表紙を勝ち取ったんですけど、最終日はもうやっぱ勝たせたいから、やって高額アイテムを、そういうことか、だからアイテムがどれだけ売れるかによってランクが変わるイベントやったんやな。もうすごい終始30分間ぐらいずっと泣き続けてました。30分間ぐらい泣きやったんやろ。でも違う、それは本泣き。はい、本泣きです。それはあの女優の、いやいやいや女優泣きじゃないの。いや女優泣きじゃないです。でも後ろの子たちはなんだ10万か私もっともらってるって、うん、ない、うん、なんかファンからもらったりする？化粧品とか、うん、すぐ言うやんそうだ言った、うん、化粧品、はい、いいやつとかくれたりするの？あ、そうですね、あんまり自分では買わないような、あららら、じゃあ3万とかするような、はい、もっと高いか？いや違いますよ。なんやねんごめんね、怯えてるでしょやっぱり気になるの、かわいいのなんかね、うん、いじりたくなる、うん、そう、え、もらったりする？そうですね、あのイベントとかが私結構多いので、あれも同じく化粧品とかお洋服とか、うんうんうん、撮影会とかいっぱいあるのでお洋服とかをなんでどんな洋服、今ちょっとなんか変な洋服、いや俺ずっとお洋服とかこの 手が気になったのよかわいいね。もう服は買うことないねや自分で。なんかあの撮影会できるようなお洋服とかは結構いただいてもらうのが多いです、ね、うんと、はい、なんですか羨ましいことでもそんなんもらったらさ、うんうん、キュンってするやろ。そうですね、こんな私のためにここまでお金払ってお金稼ぐのって大変やからな、うん、そうですね、そういうファンにキュンとして恋するみたいなとか。恋するないの？ないですね。ちょっとあんた夢を与えなさい。そういう仕事してんだから。そういう人もいないことはないとは思いますがとか言ったり先頭。淡い感じ。そう。ないとは言い切れないけどみたいな。二度と来んくなるでプレゼント。うん、あ、じゃないんだ。ないこともないですけど。もう遅いわ。もう遅い。え、全然そういうことになったことはないねや、うん、まあ、今まではないですけど、まあ、恋というよりもファンの方はもう一人一人のこと愛してますね。うまいね、見た、うまい、うまい、愛してるよサランヘヨ。いや、なんで韓国やねん急に。そうですね、まあ、でもやりぶりてみゃー私はこう混ぜてきたいやー、なんか疑似結局やるわけやんか。はい、あのグラビアでありますね。どういう疑似が得意なの？どういう疑似？聞きたいやん。そ、まあ、もちろんセックスとかのないパターンの普通のおデート一緒に浜辺走るみたいなとかさ。あ、それめっちゃ得意です私。そう、得意だ。こっちこっちねえ冷たいとかそういうの得意です。うわそんなシーンってしちゃったからやだ。引っ張ったきたくなるみたいな。冷たいって実際海でもさ男と行ったらそういうことすんの？しないですね。しないかちょっと日焼けするんだけどとかやな。確かに、なんか綺麗水かけんじゃねえよバカ野郎みたいになるよね。濡れたじゃねえか日焼けしちゃいますからね。え、なあちゃんは？私はなんか結構夜のシーンでお酒飲んで、うん、あ、ちょっと酔っ払っちゃったみたいなのが得意かもしれないですね。実際は酔っ払わへんタイプやろ？酔っ払います、酔っ払います。クソ強いやろまあでもそうですね、あの気づくと朝になっちゃうめちゃくちゃ強い
もう帰る全然帰れないやつ、ね、全然帰らないだからこの間さちょっと全然関係ない話だけど今クリスマスじゃん、うん、でさクリスマスに向けてよっぽど焦ってる女がいたんだろうねあのストーリーを見てたらさ、うん、なんかストーリーをこう撮りながら大変終電に間に合わないっていうストーリーをアップしてる女がいてすごいすごいもうマジお前間に合いたい気ないやろっていうさストーリー撮りながらさ間に合わないっつってあで間に合ったみたいないやいやその後もう間に合わなかったっていうストーリーをアップしてるだから絶対あの連れて行って誰かっていうことやろうって思って、連れて行って待ってる。そう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 誰か一緒に過ごす人待ってますっていうアピール。一般人ですか？一般人。最近すごいんだよ。ストーリーを使ったアピール。でもインスタめっちゃ DM 来るよね。なんか何歳なんでなんとかです LINE ID よろしくお願いします。何をよろしくする ？LINE なんかないない。あと俺この間来てイラッとしたのはあの28歳以下の男性の方。私の妹と友達になってください28歳以上の方はお断りですってえそれなんか日本語を勉強してるみたいなそう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 来た来たうるせえ俺29のお前この野郎と思ってそう外国人の来たあれ出回ってんねやそう勝手に一方的に最初から振られる LINE がメッセージがいきなり振られるっていう、ね、しかも調べればわかるのにそうなんで29以上はダメなんだろうって逆に思って逆にそれを聞きたくなっちゃったよねそう30えじゃあ1歳じゃダメなんですかみたいなどういうこと1歳差ではあかんのかなあそうそうそうそ う, そう聞きたくなるのよそうまあでもあのグラビアいろいろ大変そうやけど、まあ、一つ今日思ったのはちゃんと楽しんでやりたいことやってるんやなっていうのが知れてよかった、ね、変態ジジイにさ無理やりさスカウトされてなんか借金も返すためとかにそうなんかイメージあるやん無理やりも写真撮られてもとかではないっていうのが分かったからそうだよもっとやってますからね、うんうん、そうだからグラビア素敵だよえ最高グラビア最高本当に思ってる思ってへんねん俺 AV 最高だ